川本さんどうですか？いや、むしろなんか美味しいだってマネーの虎ブランドがなかったらこんな美味しい条件の、提案はなかったわけですから、はい、僕からすると買うわけじゃないですけどめちゃくちゃお買い得な価格なんですよこれ。あとはまあ懸念点としては途中でやる気がなくなっちゃうことかなと思うんですけど、でも実績ベースで言ってもこのねこのすごいですから、ボディービルとかで優勝だなんだって相当努力家の方だと思いますし、なんかあんまり他の虎の皆さんが反応が良くないのがむしろ驚いてるぐらいです。なんかそれがすごく伝わってきますね。いやいや反応よくないよなんで皆さん反応があったらどうぞ。ねえねえねえ何か言いました？みたいなねえ。いや僕の質問が悪かったですよね、すいません。